はい、パーソナリティの吉川勇です。4月25日火曜日、歌で咲かそう幸せの花のお時間です。4月ももうね、1週間もないですね。さつき晴れという言葉がありますけど、今日のお天気はまあ最高ですね。5月に入りまして、千代田に問い合わせたところ、例年だと5月の9日が梅雨入りだというようなことなんですけどね、暑いしですね、もう真夏かと思うぐらいの暑い日がね、今日の天気なんですけど、さあ初っ端から普通通りの釣り情報、それから音楽かける前にちょっと物騒なことをちょっと申しますと、今日朝鮮人民軍の創建85年ということで、非常に警戒感を強めております。まあ、風雲急を告げるというんですか、朝鮮半島をめぐる緊迫感が増す中、日本にも影響が及ぶんじゃないかということで、注意をですね、政府の方も喚起しておりますね。ミサイルが来た時どう身を守るかということで、爆発が起こったら姿勢を低くして頑丈なテーブルなどにしたら身を隠す、ね、それから火星が発生したら口と鼻をハンカチで覆い、できる限り低い姿勢をとって避難すると。閉じ込められた場合は近くにある配管などを叩き自分の居場所を知らせるということですね。万が万一ね、ミサイル攻撃が、ミサイルが落ちた場合は、近くの頑丈な建物や地下街で避難すると。そして、政府の行政機関の指示に従うと。化学剤や生物剤攻撃から避難するには、口と鼻をハンカチで覆いながら、その場からすぐに離れるということですね。物騒なことなんですけど、非常に緊迫の状況を増しております。さあ、いつもの通り釣り情報、そして今日も6曲ですね、素晴らしい音楽を準備しております。マグロのね、時期になりまして、250キロの本マグロが南大東沖で釣れてますね。県漁連に問い合わせたら、沖縄で取れるマグロほとんどが東京の方に空輸されるということですけど、東京市場鮮魚を見ましたら1キロ6800円ですから、250キロになると170万円の、ね、1匹釣って魚ということですね。それから泊まりの漁港での競り市場にも200キロ越す、本マグロが入ってきました。これから本格的なシーズンです。漁師の皆さん方にとってはもう稼ぎ時ということですね。それから今の時期は英語はゴマイゴ、カエイですね。カエイの時期ですね。釣り竿もおのずから大きな太めの竿、チヌ釣りでしたら1号竿というね、細い竿を使いますけど、ゴマイゴ、まあカエイの場合は3号竿ということで、例えば同じ50センチのクロダイ、チヌと同じ50センチのゴマイゴ、カエイでは引きが全然違います。もう雲泥の差がありますね。50センチ越すともう本当に竿が折れんばかりに曲がってですね、やり取りに苦労するもんですね。マグロも釣れてますし、これから海泳の本格的なシーズンということですね。それから北大東の江崎の港の中で36キロのですね、キハダマグロが釣れてますね。港の中で釣れてます。もちろん竿を使ってですね。以上、釣り情報でした。さあ、今日準備しております6曲なんですが、実は知り合いを通して郵便で自宅に届いた CD が2枚ですね。それから FM ギノワンに届いているのは1枚ですね。それから知人から預かっているのは1枚、手元に4枚の CD がありましてですね、かけてくれということなんですけど、今日はその中から2枚ですね、リスナーの皆さんに聞いていただきます。そして残り4曲は宜野湾歌謡友の会の歌謡ショーでの模様を聞いていただきます。1曲目は、沖縄タイムスの記事にありましたけど、名護裏でということで、名護愛を歌う、名護の愛、愛するの愛を歌うということでですね、シングルの CD、 これを中曽根末広さんという方が発売しております。作詞は
芭蕉布などで知られておりますね、吉川康一先生ですね、芭蕉布で有名ですよね、先生が作詞したですね、名護の町と名護浦での2曲ですね、これを中曽根さん、末広さんというんですが、歌ってですね CD を発売しております。そして、電話しましたところ FM 宜野湾に郵送で届きましたので、今日はこの2曲のうち名護浦でという曲をですね、紹介してみます。まあ、海辺の情景と名護の海辺の情景と恋心を重ねてしっとりと歌い上げた歌ですね。1曲目名護浦でどうぞ聴いていただきましょう。はい、長浦ででしたね。まあ、ご当地ソングですね。
作詞吉川泰一、作曲安里隆、そして歌は中曽根末広さんですね。吉川先生の、ね、歌詞を目にして素晴らしい歌詞ぜひ歌いたいということで、この名護のですね、名護裏でちゅう歌をですね、中曽根さんが CD を出したわけですけど、料金 CD の価格は1200円と全員抜きですね。中曽根さんご本人はパーソナリティ FM やんばるで、パーソナリティやっておりまして、 FM やんばるで販売しているということで、問い合わせは090-3793-6691ですね、090-3793-6691ですね。名護裏の情景をですね、非常に優しく歌っております。日を改めてあと一曲、名護の街はですね、別の機会にまた、リスナーの皆さんに聞いていただきたいと思います。さあ続いてはですね、2曲目は、このスタジオで2度ほどゲストに来ていただきました、福山より子先生の紹介でお仲間の歌で、命バナチュンですね。これ歌っておりますのは平川大さん、これは芸名ですね。本名が平川正秀さんで、ご本人が詩を手掛けておりますね。素晴らしいですね。詩もご自身で作っておるということなんですね。そして作曲が宮川勉先生ですね。編曲が辻博樹さんですね。命バラ、私が作ったナレーションを入れてリスナーの皆さん聞いていただきましょう。それじゃあどうぞ。酒場路地裏こぼれ日土産、風に吹かれりゃ思い出す、あの子の笑顔と祭り歌、戻りたい戻れない、心に染みる命バナ。
はい、歌で咲かそう幸せの花、命花ね、イントロが非常にインパクトのある、ね、出だしですね。平川大さん、芸名ですね、本名が平川正秀さん、作詞はご自身でやっておりますね。才能のある方ですね。先ほどの中曽根末広さんのご当地ソング長野町、そして今聴いていただきました平川さんの北海男船ね、あと1曲ずつは別の日にですね、日を改めてまたリスナーの皆さんに聞いていただきます。まあお二方とも頑張ってくださいね。歌手デビューシングル発売ということで、これからですね、いい歌ですので、ぜひリスナーの皆さん方もリクエストお願いいたします。先ほどの中曽根さんは090-3793-6691、そして平川さん命花に関しましては FM ギノワン歌で咲かそう幸せの花までですね、お問い合わせや連絡お願いいたします。さあ次は3曲目はですね、この間ね、天国に旅立ちましたペギー葉山さんを偲んで、ペギー葉山さんの昭和34年1959年の南国土佐を当てぬして、この歌を聴いてみたいとおりますね。今月の12日肺炎のため83歳でしたね、天国へ旅立ちました。この南国土佐を後にしてをヒットしたために高知県の名誉県人ね、表彰され広くイメージアップした功績を認められて、名誉県人に、表彰されたんですけど、本人は東京都出身なんですけどね、これほどこの南国土佐を後にしてという歌は、ミリオンセラーになっております。それじゃあ聴いていただきましょう。南国土佐を後にして。
はい、ペギー葉山さん懐かしいですね。ミリオンセラー南国塗装を後にして、1958年、昭和33年、 NHK の高知放送局のテレビ放送開始の記念に、この曲を歌われたんですね。それ以外にアメリカのミュージカル映画サウンドのミュージックとのドレミの歌はですね、日本語訳をつけて歌って、長年にわたって親しまれております。さあ、続いての曲はイェーランシャンですね。中国の歌ですけど、まあ、この放送を聞きの方に説明しますと、宜野湾歌謡友の会、毎年10月に宜野湾市民会館大ホールでチャリティー歌謡ショーを開催しております。今年で第17回ですね。そして5年に一度は沖縄コンベンションセンター劇場等での歌謡ショーの開催しておりまして、このイェーランシャンは第15回、宜野湾歌謡友の会チャリティー歌謡ショーですね、沖縄コンベンションセンターで、歌っているのをですね、収録したのを聞いていただきます。昭和25年、1950年ですね、リコーラン日本名山口よし子さんが歌ってヒットしたチャイナメロディーの代表曲です。歌っておりますのは篠悦子さんですね。篠悦子さん、琉球新報の優しい中国語のカルチャーの講師、そして国際高校オロク高校の中国語の講師の篠悦子さんが歌います。白い花、恋の花、胸の痛みに切なく匂うイェーランシャン、聴いていただきましょう。
せーの、歌で探す幸せの花。はい、歌で探す幸せの花。この番組のね、歌で探す幸せの花はですね、宜野湾歌謡友の会のチャリティー歌謡ショーでのオープニング曲といいますか、タイトルコールですね。歌で探す幸せの花ですね。続いての曲は長崎の人、女と書いて人ですね。参考まで言いますと、5月の13日土曜日午後2時から、サンヤハンビータウンで宜野湾歌謡友の会の歌謡ショーがあります。その時にですね、三郷中学1年生のね、男の子が、各地区ののど自慢大会で沖縄のね、非常に好成績を収めている方ですが、中学1年生が、北島三郎さんの函館の人を歌います。女と書いて人ですね。さあ、長崎の人、トモリタケオ第8回の宜野湾歌謡友の会のチャリティー歌謡ショーで収録したのを聞いていただきますけど、昭和38年1963年に作られた曲ですが、女と書いて人と読ませる歌のシリーズは、北島三郎も函館の人をはじめとした12曲も歌っていますけど、その元祖とも言えるのが昭和38年6月に発売された春日八郎のこの長崎の人ですね。江戸時代に外国に開かれていた唯一の港である長崎は、出島、オランダ坂、外人墓地、石畳と異国情緒が溢れる町として有名です。で、困った時は長崎。ね。古くからこの地を舞台にした長崎を舞台にした歌謡曲が多く作られてて、困った時は長崎。歌謡界の世界でその言葉もあって、昭和3年から今まで作られた歌はなんとおよそ900曲にも達するそうです。長崎で出会った外人女性に対する思いを切々と歌い上げます。宜野湾歌謡友の会のトモリタケオが第8回チャリティー歌謡ショーで歌った歌、私のナレーションで聞いていただきましょう。夢をまさぐるオランダ坂に、遠くささやく鐘の音、噂にすがり訪ねあぐんだ港町、燃える心に残るサファイア色のまざなし、長崎の人。
ね、困った時は長崎ね、映画でもね長崎はよく舞台に使われております。さ、最後の曲が、あの鐘を鳴らすのはあなた、第15回のチャリティー歌謡ショー沖縄コンベンションセンターでの模様、私の司会入りでですね、現場の迫力たっぷりに聞いていただきますけど、テリアヨシミさん県政、制作参与で、ね、彼のおかげで3月4日沖縄空手会館が完成しましたね。第14回日本レコード大賞最優秀歌唱賞受賞曲なんですけど、先だっては副知事にお願いされてですね、まあ、テリア社長、家業が忙しいということで副知事は、遠慮したんですね。よかったですね。副知事になれば宜野湾歌謡友の会の歌謡賞をね、簡単には出れないでしょうね。まあ、今年も出ていただくことになりまして、先ほどの篠悦子さんね、中国語の彼女も10月15日出演していただくことになっております。じゃあ、あの鐘を鳴らすのはあなた、聞いていただきます。
歌で咲かそう幸せの花。はい、歌で咲かそう幸せの花ですね。中曽根さんの長尾裏でですね、平川さんの命のバラ、そして宜野湾歌謡友の会のチャリティー歌謡賞の模様、4曲聴いていただきました。さあ残りのお時間、いつもの通り今日はゆっくりとお勉強タイムということでですね、まあ、4月は新入社員の身だしなみなんかについて、マナーについてお話ししたんですけど、社会に出て人間関係を円滑に進めるために、まあ、身につけておかなければならないマナー、身だしなみ、挨拶、電話の応対、お話してまいりましたけど、今日はですね、この新入社員の お金と付き合う、先々週ですか、基本を話しました。第1条、早いうちにため癖をつける。で目標は3年以内に100万円と。で2番目は借金はダメだと。3番目は自分の支出を把握するという、勉強を一緒にしましたけど、このため癖、3年間で100万貯まった時点で、じゃあ次は有価証券に投資して、長期の資産作りですね、株式投資とか、少額投資、非課税制度、まあ、NISA を利用したり、いろいろありますけど、今日はですね、その NISA の説明、そして、日経平均株価の話なんかを交えてですね、我々が携わっております音楽業界、音楽業界全般の現状をですね、リスナーの皆さんと一緒に勉強してい、きたいと思います。まあ、日経平均株価、 NHK のニュース終わって天気予報の後に必ず、日経平均株価が発表されますけど、これは日本経済の体温計ですね。体温計、まあ、40度の高熱が出たりね、どうしたのどこが悪いんだという一つの物差しですね。東京証券取引所第1部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄をですね、選んで、これを対象にしてるんですね。日本経済新聞社がその銘柄を推定して15秒おきですね、算出して公表するということですね。まあ、沖縄からは琉球銀行、沖銀、三栄、沖縄電力、セルローラ電話、あの5社が東京証券取引所第1部に上場しておりまして、今日のタイムスの株価見ましたら、琉球銀行が1518円ですから、株というのは単位株と言いまして100株単位でしか買えませんから、琉球銀行は15万1800円で買えるということですね。沖銀が4250円、沖縄電力2586円、沖縄セルラーが3555円ですね。これに100をかければ単位株と言いまして買えるということですね。株を買うためには口座開設、野村証券沖縄支店なんかのそこに行って通常の証券口座を作らないと株は買えないわけですね。それから最近よくNISAという言葉が使われます。少額投資非課税制度と言いましてね、通常でしたらこの株を通して儲かった場合、この 20% の税金がかかりますけど、このNISAを利用すると税金がかからないということですね。例えばの話、120万円で株を買ってですね、5年後2倍になって、まあ、そういうことはありえませんけど、240万円で儲けは120万です。これに 20% かけると24万、この税金がタダですからね、使った方がいいですということですね。ですから何年も前から国が貯蓄から投資へというね、呼びかけまして、そのためにNISAを売り出したわけですね。まあ、20歳以上の方は投資金額120万まで非課税ですね、5年間。それから去年ジュニアNISA、19歳までですねの方に、これは年間180万までの投資額が設けられておりますので、これを5年使い切ると、普通のNISAでしたら600万円。120万かける600万、5年。で、ジュニアNISAでしたら80万円かける5年で400万ですね、投資ができると。で、投資の益が出た場合、利益が出た場合は非課税ということですね。まあ、普通株と言いますと一般の方にはなかなか馴染めないということなんですけど、一般的には金儲けとか難しいとか博打的ということがあるんですけど、
資産運用としては有益な道具ですね。そして社会経済の勉強になるということですね。まあ、会社四季報、本屋であると会社四季報がありますし、このインターネットでね、株価の情報を見ることができますので、今日はこの我々が携わっております音楽業界の、まあ、大手企業を一つね、例にとってみましょうね。まあ、証券取引所、証券取引所第一部上場で第一交渉ありますね。皆さんカラオケダム歌います。ビッグエコー直営店がたくさんあります。まあ、業務用のカラオケコンテンツ関連の会社としては業界最大手で、レコード会社は子会社化して傘下に収めております。2001年7月に日本クラウンを子会社、2001年10月に徳間ジャパン、これを子会社化して、資本金が123億5000万円で、連結従業員3130名というと子会社含めて、例えば日本クラウン株式会社、クラウンミュージック、徳間ジャパンコミュニケーション、クラウン徳間ミュージック販売と子会社含めて3130名ですね。徳間ジャパンは松原信也、水森かおりさんで有名ですし、クラウンは北島三郎さん、アグネスちゃんさんで有名ですね。で、従業員が平均 39.1 歳で、年収が平均して623万円でね。で、国内子会社が、販売子会社が24カ所。北海道から沖縄まで。で、海外の子会社が韓国に1社。中国に2社、合計3箇所ですね。で、株価が今4720円ですから、第一交渉の株買おうと思いましたら、手元に47万2千円のお金が必要になると、こういうことですね。このレコード会社を傘下に収めると言いますのは、まあ、昔と違って今はですね、まあ、FM ギノワンでも CD のストックがありません。ラジオ局でも今ね、レコードとか CD 置いてません。と言いますのは、簡単にダウンロードできますし、パソコンとか携帯とかスマートフォンでできますので、もうレコード会社はもう大変なんですね、今ね。ですから、まあ、縮小したりですね、辞めたりする会社も増えてきまして、まあ、第一交渉さんの子会社化に、参加になっているということなんですね。実は、私は、平成元年に CBS ソニーのですね、子会社の CBS ソニーファミリークラブ、クラシックの販売部門の沖縄営業所長をやっておりました。1971年ですね、松田聖子、山口百恵、藤あや子さんがね、デビューしたての頃なんですね。そしてソニーミュージックエンターテインメント、平成3年、3年後はですね、CBS ソニーは株式会社ソニーミュージックエンターテインメントに社名が変更になったんですね。あの頃は藤あや子さんを売り込むのにですね、CBS ソニーが億の単位のキャンペーンの費用を使っておりましたけど、今じゃとてもそういうことはできません。今どこのレコード会社もですね、非常に厳しいということで、歌い手さんは沖縄にやってくる歌い手さんは自腹で飛行機代払ってきます。そして沖縄各地でキャンペーンでレコード売ってますけど、ギャラはありません。ほとんどございません。まあ、自分のレコードの宣伝のために来てるわけですから、宜野湾から那覇、宜野湾から沖縄市行くときのタクシー代ぐらいはもらえますけど、あとはキャンペーンで歌ってその場でお客さんを CD を売り込むと。こういうことなんですね。一握りの方は、例えば、北島三郎さんとか、今度沖縄に来る鳥羽一郎さんの場合は、ギャラが何百万ですよね。この間、三山博史を沖縄に呼んだ方に聞きましたら、もう呼べないと、ギャラが高くなってるということですね。まあ、NHK の紅白に出ただけで、全然ギャラが違うということですね。ですから、まあ、レコードの売り込みに、もう必死なんですね。で、ほとんど手持ち分等で沖縄に来る。飛行機代、宿泊費、すべて自腹ですね。なかなか、厳しい状況には、あるんですけどね。まあ、ソニー、CBS ソニーと言いますと、やはり松田聖子、山口百恵ね、藤あや子さんですね。まあ、今日もお二方の CD をですね、聞いていただきましたけど、リスナーの皆さん方、
応援してやっていただいてですね、ぜひこの番組にもレコードのリクエストがかかるように祈っております。まだまだちょっとだけ、説明がありますね。付け払いとか民法の契約規定が大幅に変更になります。例えば今まで飲み屋の付けが1年でしたけど、それから個人の貸し借りが10年で、法人との貸し借り5年でしたけど、これが統一されます。5年に統一されます。飲み屋の付けも時効は5年ですね。そして個人間の貸し借りの時効が10年でしたけど、これも5年に統一されますね。はい、今日もイオンが聴いていただきました。お別れの憧れのハワイコーロが流れてまいりました。それじゃ来週までごきげんよう。